じゃあ配信準備すべて整いましたのでただいまで行っていきたいと思います。それでは2018年9月29日土曜日仙台プレイランド FR スーパーストリートファイターズ X 大会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日は 3on3 の勝ち抜き戦でやっていきたいと思います。じゃあ、1番と2番のチームやっていきましょう。1番チームオロナインミノム君領事さん、はい、手を挙げてください。はい、このチームですね、よろしくお願いします。あー、なるほど、メガネチームですね。はい、では2番チームセロハンテープベンダユッキー、ベンダさんとユッキーさんが同じチームに、これだけでこれだけで話題性が取れる。さあということで、じゃあ代表者じゃんけんでまず 1P2P の席決めやっていきましょう。じゃあ各チーム代表者1人決めていただいてじゃんけんしてください。グーじゃんけんほい。じゃあセロハンテープさんが 1P2P、1P こっち側 2P 向こう側、 1P こっち 2P 向こう、 1P で。じゃあ、オロナインさんとミノム君両次さんチームは向こう側ですね、よろしくお願いします。先方だけ聞きに行きます。はい、先方だけは聞きに行きます。あと、勝ち抜きなんで、あの負けたチームはあとかぶしちゃっていいです。そんな感じでよろしくお願いします。ちなみにオロナインチーム X ベガ、X キャミー、S ホンダ、セロハンテープチーム X ザンギ、X ホンダ、X ホンダいやー、これはどうなんでしょうね、肉弾熱苦しいですね。はい、じゃあ今先方聞きに行きますんでプレイヤーネームを教えてください。はい、それでは先方聞きましたんで、座ってください。はい、当店、本日再開の方ね、ツイッチの方で配信しております。当店アカウントからリツイートで拡散していただけるとね、見てくれる方いらっしゃいますんで、ぜひ、拡散の方よろしくお願いいたします。それでは、始めスタートボタン押して始めてください、よろしくお願いします。はい、では 1Pセロハンテープ、ベンダ、ユッキー、エクトスザンギ、エクトスホンダ、エクトスホンダ、アクトルシーチームで、2P がオロナインチーム、X ベガ、ミノム君、X キャミ、リョウジ、S ホンダという流れです。さあ、先攻はセロハンテープ、ザンギ、ミノム君、キャミ、すぐ S って言って、キャノンスパイク。さあ、この組み合わせ、得点前でキャノンスパイク打ってるだけで大変な組み合わせです。さあ、しかし、ものともせず、どっかで負けていかないといけないです。しかしインブルはしないです。玉潰しを見かけていく、玉潰し、しかしキャミー玉はなかった。さあ1本取ったのはセロハンテープザンギ、僕の実況汚いんで僕知ってないですけど、基本ザンギのストマックロは実は玉潰しって僕言ってるんで、あれ以外何も見えないんです。さあ2ラウンド目、ザンギが玉潰しをやはりメインに組み立てていっている。そして1ラウンド目と違って完全に残業を封鎖している状態。さあ上飛び込まれて回復は出なかったですが、その後しっかり割り込んで、さあドットの状態やっちゃった。あー迷った。しかしスクリューからの、あースクリュージャンプを透かして上出なきゃ死ぬぞというね、いい圧迫です。さあ先日ジャッジメントでセーバーのイベントでもね、会場を沸かせたアンドレさんという人がいるんですけど、セロハンテープさん一体何者なんでしょうねさあということで、まず先手を取ったのは1P のセロハンテープ。さあ X 試合が早いからなかなかちょっとあれですね。さあこの組み合わせも触られると目が大変なことになるんで、さあここはうまく逃げた。さあ上の数
郎、光洋介と同じチームって、かなり偏ってしまった。さあこれはザンギエフのボディープレス、これで取り返してファイナルラウンド。されてるんで、オロナミさん的なこと取り返していきたいですね。さあ一方、生サイト当たってボディプレス安定的ダブルに、合わせる技はお互い知っていると。さあ最後相打ちヘッドプレス当たる、2段目も当たる、これで体力大幅リード。さあ8対目、8対目、いやモーションが一緒なんだ。あっと、おっと、あるのか、何かがあるのか。ヘッドプレスで位置を変えていく。ドン！あーっと、ザンギエフ近づきたんですけどね、投げられなかった。勝ったのはオロナインエクステガ。さあセロハンテープチーム、ベンダさんとユッキーさんですが、先に出るのは、ユッキーさん。エクソンナが2枚とという偏り、そしてアップルスさん、この組み合わせを目が1回触られて1回溶かされたら大変なことになる。どっこい。さあこれはどっちに溶かされる分には何も問題ないんですが、位置にもよります。当たり方の位置にもよる。ここをうまく端から位置を変えて強いところに移動。さあ続き、あ、入り口リードしているのは本番落ちるぞ。しかしここは何も起きない。ダブルニーと相打ち。さあダメージレースは若干ながらメガだが、うわっと、頭突きがメガの腹部にヒット。これは痛い。さあユッキーさんが一本選手。すごい、あっとバックジャンプに当たる。手削ってドスコイ。さあジャンプ中 P で回復していく。バックログでもバックログ戦でもいますが、よくさあヘッドプレス。ダイレクトリードは今のはリードを変えていく。2段目当ててドスコイ。おー、生当たりからのダブルに相打ち。さあどうなる、どうなる。頭突きが当たってどっちだ。いいプレス出して投げていった。さあもうやるしかなかった投げですね。取り返したオロナインデガ、これでファイナルラウンド。さあかなり劣勢で危なかったんですが取り返してきますね。さあめくりと見せかけて、あれ正面ですね。確かに今の中継はなんかよく分かんない判定です。ヘッドプレス、さあ、溶かされた。うわー、まずい。うわー、助けて。おっと、まだ知らないぞ、これは。あ、しかし、最後はしゃがみ象形がさね、勝ったのはユッキーさんだ。ということで、あー、こっからは相撲だけですね、多分。ここからは相撲だけ。はい。ポンポン。さあ、リョウジさんは練習本だ。さあ、大将は練習本だ。どうなんですかね、そうなんですかね。さあ、これはちょっとやってる人だと分かんないです。さあ、もういつもの仙台、よく起きるこの仙台場所。さあ、相打ち。どすこい、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 相打ちからのどすこい、どすこい。あっと、どうだ、立つか立つか、立たない。ダブル KO。 さあ面白い先輩場所、ドラマがある。毎回毎回。さあ100巻で、あ、もう一丁に投げる。あー、ピヨッカー、大好き。これで取り返したユッキーホンダ、取り返したって言ったらここに一本選手です。ユッキーホンダ一本選手。さあ千秋楽、自らの手で締めることができるか。まだ千秋楽でも何でもないんですが、
弱突きで返す。さあ、攻撃の持続が長い弱突きを最初は誰使ってくる。9本だ。さあ、対空ですか。終わった、あゆち勝ったのはユキホンダ。ということで、オロナイじゃない、セロハンテチームが、勝利。はい、じゃあ各チーム代表者、まあどちらでも誰でもいいんで、じゃあソーランさんを代表に、じゃあ、オロナインさんチームは誰が代表で、はい、じゃあ領事さんとソーランさんで席決めじゃんけんお願いします。グーじゃんけんほい、はい、領事さん勝ってどっちが行くか、どっちが行きますかと。領事さんたちが 2P、 はい、了解です。じゃあ先方聞きに行くんでね、ちょっとだけお待ちください。ベンダさん実況しますか。じゃあはい、はい、じゃあ最初の組み合わせは、1P ソーラン龍、2P が龍ジエスホンダとなりますね。あ、ちょうど俺 1P になったからダブルマイクいけますね。ダブルマイクでいいんじゃないですか。じゃあダブルマイクいっちゃいますか。そうですね。はい、では始めてください。はい、さ、個人的にはね、あのソーランさん超応援したいんですけど、まあちょっと実況だったんで中立を立ちます。さあ、これはまあ辛いですね、ホンダは。まあ辛いですけれども、龍二さんも結構流線はやってますからね。さあ、これは期待がかかりますね。はい、さあ、もちろんズカズカ前に、お、こっちは早いですね。もうないよ、もう残ってない。おー、竜巻に刺さりました。いや、もろ刺さりましたね。どこに刺さったか分かんないってくらい深く刺さりました。さあ、一本取ったので、龍二さん、まあ、なんさあ、もう体力半分ないよ。おー、パス昇竜が当たったけれど、まだ本田は体力に余裕ありますね。ちゃんと垂直ジャンプで球を避けると。この辺、エスホンダ肝になりますから。おー、またずっと刺さる。おー、しかし、イバサ痛い。イバサはダメですよということで、両ジエスホンダ、はい、さあ、2人目。さあ、カブセアリーの今回 3-4-3 ですからね。ホンダに出てくるのはやっぱりこれはカブセキャラなのか。カブセっぽいですね。ということで、ここは、はい、残儀なわけではなくて始末やりですね。ここで本職の竜が出てきますが、最初はお、いい感じで非常技をぶち当ててますね。昇竜スカッタがここは割と安かった。さあ、こっからどう近づくかですね。この波動をちゃんとジャンプで避けないと
なかなか松屋龍には近づけない。お、うまい。このしゃがみパパからの炸裂は結構痛いのでおすすめですね。さあ、もう一発点前まで来たか。お肉層がないので波動に当てることができる。お、ジャンプライパンがビタンと最後当たった。1本目両、はい、このまま行ってしまうのか。次残機しかいないぞ。ウソンだ、やだって言ってる人いるよ。さあ、あーちょっと遠かった。さあ端に追い詰めてプレッシャーをかけている。おう、うまい、うまいこと龍のスカーリーを狙ってますね。さあ、浮かずにこれ始末や龍が手を出せない感じになっているよ。あー、しかし今度は上見ていた。さあ、あとは球の処理をちゃんとできるかということになるけど、ここで身長が溜まったので、あー、下手に飛ぶこともできない。お、まだ出た、この殿下の宝刀のしゃがみこまんからの炸裂ですね。しかし飛ぶと始末屋さん、これがあるんですね。ここはしょうがない、一本取り返しました。さあ、3本目前にズカズカ出るが、ファイヤーで追い返すと。さあ、波動で追い返すが、なお前に出る両日本だ。波動をガードして、おお、ナイスガードですね。あー、これ、お、捕まえた。さあ、ここから橋の攻めをどうするかというところで、まだまだ全然いける。おお、波動の、おお、あっという間に端に追い詰めて圧をかけた。かぶせ失敗。今回の 3-4-3 かぶせがありだけに、こう失敗するとダメージが出ない。ごめんなさいですね、これやっちゃいました。さあ、残ったのは残忍。キャラ的には本田が有利とはいえ、この方の残忍はもちろんだいぶ経験値が違いますからね。本田といえども安心できないところですね。個人的に7-3ぐらいあると思うんですよね。これは辛いんですよ。ただし1回残念は本当に溶かしてしまえばかなり張る。あー、辛い。しかしこれは辛い。まあダメですよね、これは。さあ、リーチかけた両日本だ。確率がこれ歩きながら前行ったり後ろ行ったりできるので、うまいことこう残忍の飛びをこう炸裂で当てて悪くてもああいうということでダウンを取りやすいのかもしれないですね。レスポンダー、さあ、ここから繋がっているがまだ死なない。ああ、さあ、アトミックスプレックスね、一本取り返した。さあ、3本目気を取り直して、両次本だ。どこまでいけるか。炸裂で前に出たり後ろに下がったりと、これだけで十分やらしいんですけれどもね。おお、遠目からバニシングを当てました。おー、ちゃんと上を見ている。筒の反応ナイス。さあ、炸裂当たってこれで半分以下になってしまった残念。しかしまださっきのように1回こかせばワンチャンあるところだけれども、あー、残り1発2発のところまで出てしまったが、だいぶこう張り手で牽制していますね。最後はしゃがみ小判からの2段が入って、行事本田が3タレですかね。いやー、ごめんなさいですね。おめでとうございます。いやー、中立の立場の僕が本当に今ごめんなさいと言っております。マジごめんなさい、本当これは。ということで勝ったのは、オロナインチーム領事さんの3タテで勝利。いやー、これは。はい、ではセロハンテープチームとソーランチームやっていきましょう。
さあここで、総当たり 3-on-3 リーグ戦、最終の組み合わせということで、ゼロハンテーブチーム対コロナインチーム、そしてソーランチームということで、先攻はセロハンテープチームのセロハンテープザンキ、そしてソーランチームは島津谷龍。ここは龍ということで、ザンキが仕事をできるかどうかというところですね。ベストシーンのあと残り本間2体なので、これ番組が負けてしまうと本間本田ということで危険なことになってしまう。そして今のところ残念がうまいこと試合を進めてて、おタベラリの端っこが当たったが、おリバサ勝利、強気の台、真空持ってるんでどこで打つかというところだが、おうまいこと噛み合って手が当たっちゃった。1本目はセロハンテープザン。さて2本目、まずハドアクライド、また手が当たってしまう。さあ飛んで、おナイス、おーどんどん一気に体力がなくなってしまっている。さあここで始末が龍を潰すと、だいぶうちのチームにもでかい。おわー今足払い使ったところにスクリューが入った、うまい。勝ったのはセロハンテープ。いやー今日は勝てません。今日どうしたんですか。本当ごめんなさいです。さて2人目はザンギザンギですかね。セロハンテープ対ガムテープと。これキャラはかぶせてないけど名前はかぶせですね、確実に。後から書いたのはガムテープさんなんで、多分ガムテープ、多分これやりたかったから今入ったことあります。です、多分この組み合わせやりたいがために名前を付けたんだろうと。いや、あとこの後本田だから竜を残したい的な感じもあるでしょう、多分。さあお互い、ゲージを貯めたと思ったら一気に回してきた。しかしまだ残っているけれども、これは厳しいかな。手が当たって、ダメだ、ちゃんと上を見ていた。1本目はガムテープの方の残機ですね。さあ2本目、タケコプター回ってるよ、タケコプター、タケコプター、ゲージをためにいっている。さあどっちもタケコプターで、先に溜まったのはリピーの方だけれども、今度またスクリューで一気に体力持っていってしまった。リバサでスクリューで返す、ね、ちゃんと上を見ている。はい、繰り返して、ここから逆に決められた、減らないな、このスクリュー。ショースクリューなんでワンチャンあったんですけどね、ちょっと体力差がありましたね。チョップで終わってしまった。さあ、勝ったのはガムテープ。やっぱ粘着力の差ですね、今の。さあ、そして座ったのは、ベンダさんだ。早くね、でも今日ね、出番なかったんですよね、今日初。今日ベンダさん初なんで。さあベンダ対ガムテープ、何の戦いでしょう。ベンダ対ガムテープ、さあ嫌がらせができるか。さあその名の通り、1回触って粘着で離れなければガムテープ勝ちますから。さあこれは近づければというところ。炸裂。さあ1本取ったのはベンダホンダ。こかせればなんですけどね、本当この組み合わせもなかなか厳しい。ダッシュピン、渋い中継、中継、しかしダメージレースではホンダが上。バンシュ、バンシュブロットからの、しかし、ダメージレースではホンダが上だった。勝ったのはベンダホンダ。
これはきつい。さあしかし総乱龍に期待ですね。さあここからはベンダ2枚に対し龍が出るんで、ソーランさんがやってくれるはず。さあソーラン龍、そしてこの試合で、さあベンダさん勝ったらそのまま優勝です。あー危ない。さあ前ジョン出なかった。さあ助かった、勝利で割っていく。そして波動、さあ龍のターン、離れてるだけでこの組み合わせ、龍のターン。さあ割っていく、めくり、しかし頭突きで裏に出しましたね。頭突き波動、竜巻、新波動、いいえ刺さり方落ちた。さあ、あ、うわ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 ー張り手、日本の心、日本の張り手、こんなもんです。さあ昇龍、さあしかし昇龍ドラゴンダンス龍でやっていく。超昇龍着地する前にケツに当てる。あと足払い、おお上り台風、ここはシンカード、足払い、これ確定なんですよね。これが辛い、足払いしっかりしている。ソーラン龍取り返す、まだ優勝は早いよと。ベンダさん勝ったらそのまま優勝っていうこの流れ。おお上落ちない、うわーうわー入りすぎだ。頭突き返していく、うわーピンチピンチ、うわー全部勝った、じゃんけん全勝ち。ということで本日の、スーパーストリートファイター2月例大会、セロハンテープ X さんにベンダ X ホンダユッキー X ホンダ優勝おめでとうございます。いやー早いですね、早いけど何でしょうこの盛り上がり方。はい、ということで、以上のね、よちチームが安定した強さを誇り今日は、大会の方はお開きとなります。ちょっと早かったです。あとお土産ね、あるみたい、あるんで、みんな皆さんで1個ずつ持っていってください。かなり豪華な、あの1個かなりボリュームあるお土産のようなんで、ぜひぜひね、皆さんで、食べてください。あと、あーすいません、ありがとうございますこんなゴミみたいな店員でもありがとうございますはい、じゃああと、1台追加1台追加できるで、ちょっとせき込みが、すいません、最近ちょっと全速記録で、1台今追加して X 今3台にしますんでちょっとだけお待ちください。大会台も今ちょっと、設定の方戻しますんでしばらくお待ちください。ということで以上もちまして本日の、スーパーストリートファイターズ X 大会以上で終了です。どうも皆さんご参加誠にありがとうございました。